やばい。今日の時間見るの忘れちゃった。配信レポートを見てから来たかったんですけど、ちょっとごめんなさい。もう噛んでいこうと思います。あと今何時だ？ 50 分ですね。皆さんお待たせしました、本当に。お待たせしすぎたかもしれません。イベント参加中。で、50分から始めたから、最終枠は1時間10分やるから、1時頃までかな。あれ？待って、配信できてる。あ、できてるか。ありがとうございます。ちょっと待ってね。あとは、ツイッターにシェアをさせていただきます。ちょっとお待たせしましたっていうのを書きます。ありがとうございます。ジージさん、タコさん、ありがとうございます。月さん、ありがとう。ありがとう。そうね。2時間以内ならいいわけだ。2時間を越さなければいいということで。はい。越さないように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。皆さん、こんばんは。お疲れ様です。なんかすごい謎画角なのは気にしないでください。そして、なんと、みちともさんがね、早速、来ててくださいました。ありがとうございます。ゆりゆり。わかった。かわいいですね、それは。間違えた。24時じゃない。23時が11時だから、25時ですね。このね、この時間帯の、あれは難しいです。計算は。マリンちゃん、ハートありがとうございます。ぷぷぷぷぷぷぷ。だいたい1時まで。すごいよ、ゆりのルームでは記録更新されてますね。どんどん遅くなっていくんだけど、まあ、どんどん大人の階段登る。君はまだシンデレラさ。大人の階段を登ってるわけですよ。はい。不健康な 不健康体になってますね。ありがとうございます。マリンちゃん、ハート500個ありがとう。そうですよ。寝落ちしてたら、いやー、難しいな。寝落ちしてたらみんながユリに対して伝える手段はね、ないですね。だって音声で伝えられないから。みんながもう超絶速いスピードで、こうコメントバーってね、こう打ってくれれば、ユリがその予感に目覚めるかもしれない。寝落ち配信したらもう失格なんで、このイベント。イベントっていうか、ショールーム自体寝落ち配信ってダメですよね、多分。シクリッツさん、ありがとうございます。危ない。この時間の可愛さとは思えないだって、嬉しいね。そう。眠気に負けそうですか？いや、全然負けない。負けないです。もう少し。最後まで走り続けて。どんなに離れてても。まあ今日はちょっとカラオケやりたいんだけどできなかったから。またね、またリベンジします。このイベント期間に。リベンジャーズします。マタロウさん、だるまさん、ありがとう。北島信也さん、かわいい。ソイフォンさん、かわいい。ありがとうございます。寝落ちしたら配信切られる。ええー、すごいね。こう、報告が行くんですかね。よくわかりますね。ありがとう。捨て鳥の残りです。
本日はですね、台湾ライブでした。お越しいただいた皆さんありがとうございました。はい、大観山の方でね。そうなんだ、すごいね。大観山の方で、なんだっけ、リーディングプレミアムっていうイベントに出演させていただきました。スリーマンっていうのかな、あれは。で、結構たっぷりライブやらせていただいたんですけど、今日もね、たくさんの方に見ていただけて。今日はね、女の子が多かったんですよ。二丁柿さんがいらっしゃっててね。いや、もう二丁柿さんのライブをね、ステージ横からね、見させていただいてたんですけど、あ、もうね、めちゃくちゃ楽しかったです。すごかったですね、やっぱり。久しぶりに拝見させていただいたんですけど、現体制になって初めて見ましたね。マリンちゃんハート1000個ありがとうございます。ありがとう。はい、昼間全く見えなかったから新しいパターンできてる。そうだよ、新しいのね、今配り始めてるの、ぜひ使ってください。くまたろさん、だるまさん、ありがとう。そう、二丁柿さんってさ、楽曲がいいのはもうめちゃくちゃね、皆さんもご存知だと思いますし、ゆりもすごい好きなんだけど、なんて言うんだろう、もうパフォーマンスが洗練されてますよね。表情一つ一つもそうだし、なんか動き一つ一つもそうだし、なんかね、めちゃくちゃ素敵ですよね。なんかすごい振りとかもそうだけど、めちゃくちゃ思いがこもってる感じ。だからすごい毎回感動しました。横から見てても本当に感動しました。あっという間だしね。そう、踊りもね、振りが分かりやすいっていうのかな。真似しやすい振り付けでね、こう。こういうのとかね。そう、エモーショナルなんですよ。あー、トップ3。ありがとうございます。3位に返り咲きしました。返り咲き、島崎。島崎、返り咲き、なんちゃって。八木沼さん、熊太郎さん、だるまさん、ありがとう。てってさん、ハート100個ありがとうございます。もう、二丁柿さんとツーマン、やりたいです。ね、まあ、2期のライブもね、もちろん、今日も、ここだったよ。なんか本当に初見さんっていうんですかね。なんか初見さんってなんだ。初めましての方も結構いらっしゃったんですけど、もう本当に優しくて。そうね。特に、もう本当に今日は女の子が多かったんだけど、優しくて、あったかくて。そう、めちゃくちゃ一緒に真似してくれたりね。目が合ったら笑ってくれるんですよ。もうキューンみたいな。あれよりツイッターでシェアしました。しましたね、最初にやりました。ありがとう。小田小ひろきさん、レインボーありがとうございます。ユニコーンだ。かわいい。ねえ、そうなんですよ。ゆうくんのハートありがとう。八木沼さんもレインボーありがとう。レインボーじゃない、流れ星ありがとうございます。食べていいですか？ダメかな？ お腹すいた ここまで来て食べないなんて選択肢はユリの中ではありえないんですけど。いや、でも、ね。でもですよ。キュウくんさん、ハート100個ありがとうございます。クワタロさん、ダルマさん、ありがとうございます。まあ、ちょうどね、0時もあったから0カロリーっていうことで。いただきまーす。今は、こんなの食べたことはありませんね。栄養補給、大事。大事、大事。ゆりが今から何を食べるかね。皆さん当ててください。この角度だとね、中身見えないと思うんで。あ、デイリーボーナス来ました。よかった。よかったです。よかったら投げてくださーい。
配信0時過ぎると1日変わるとボーナスがもらえるそうですね。そのボーナスを我らに恵んでくださいませ。いただきます。あ、みんなの答え聞く前に食べようとしてた。麺の波動を感じる。あら、そこまで伝わってますか。麺類っぽく見えるような。うるーん。ゆり語で言うと、ズドンです。はい、皆さん正解、うどんでーす。あれ、あれがない。あれがなかった。お、くしぶりさん。レインボーありがとうございます。レインボーした。なんたらドリア。ドリアにも見えるね。確かに。ね、開かないっすけど。開かないっすけど、開けていただいてよろしいでしょうか。あ、開いた。あ、もうこの匂いをね、みんなにもぜひとも、感じ取っていただきたいんだけど、まあ、それはね、無理っていうことで。まあ、早速食べていきましょう。餃子スープ。ああ、ぽいね。なんか、このワンタンスープにも見えない。画面越し。画面越しに送る。いや、でもちょっと待って。配信で食べるってちょっと緊張するんだよね。ちょっとうまく食べれるかな。わかります？ちょっとカジさんのね、待って。なんかいいさ、自分の話を自分で遮るのが得意かもしれない。ちょっと先に見て。これ、やばくないですか？もうね、傷跡ですよ。そう。ゆりの、運命のっていうの？ライバル。誰でしょうかな。ラオウじゃないな。どうしようかな。ダオウからつけられた運命のじゃない。気雑です。やばい、全然なんか頭回ってないですね。まあ、いつもこんな感じか。はい、あれです。アイラインをぐちゃぐちゃぐちゃってやっちゃいました。最悪ですよね、芯の無駄遣い。芯じゃないな。いただきまーす。インクの無駄遣いです。うん。ティッシュティッシュ。みんなの下にあるんだよ。おいしい。罪ですね。この時間はさすがに罪です。この髪の毛ちょっとしまおうか。このアングルすごい謎アングル。あれかな？孤独のグルメみたい。ごめんなさい、あんま見たことないです。めちゃくちゃ美味しいです。ちなみに、カルボナーラうどんです。普通のうどんかと思ったでしょ。マイケルさん、うまっ！ありがとうございます。そういう YouTuber いますよね。YouTube 大好きなんですよ、実は。あんま公開してなかったけど。人並みに見てます。うんふん。いや、本当にギルティ。罪の味。うどんはいいね。なんかさ、だいたいライブ終わった後って、食欲がめっちゃある時とめっちゃない時があるの。0か100なんですけど、めっちゃある時の場合、麺類が食べたい時が多い、圧倒的に。
特にうどんですね。よくね、この話はね、アミちゃんとするな。見て、これ逆だったんですけど、ずっと。恥ずかしい。逆でつけてた。どう逆なんだろう。まあ逆でも別に悪いことはないですね。そうだよね。帰りにうどん食べてこわ、明日が待ってるもんってことで、その明日が待ってるから、うどんを食べなきゃいけないんですよ、今日は。食べまーす。うどんって、これ特にだけどさ、全然すすれないですね。飛ぶから。食べ方、あんま綺麗じゃなかったらごめんなさい。あったかく見てください。美味しいですね。ありがとうございます。ライブ終わりのね、うどんはめっちゃ吸います。柏木さん、ありがとう。マリーちゃん、尊い、ありがとう。アイエさん、ハート、ありがとう。ありがとう。これはね、普通にサロペットのスカートです。実はめっちゃミニスカートなんですよ。かわいいでしょ？ゆりさ、背がちっちゃいから、あんま長いの履けないんですよね。似合わないんですよ。ちょっとね、ちょっとうどん飛ぶからちょっと怖いな。ね、これさ、めっちゃ YouTuber みたいじゃない？決して YouTuber さんをばかりしてるわけじゃないですよ。めっちゃ超リスペクトなんで、ゆり。最近好きな YouTuber さんは、コスメティック田中さんっていう YouTuber さんですね。ぜひ、検索してみてください。コスメティックではないんですけどね。なんかこういう感じで、結構一人でいろんなところ行ったりされてて、結構頭が良い方でね、普通に会社員の方なのかな。面白いですよね、めちゃくちゃ。ああいう、なんて言うんだろう、面白い喋りできるようになりたいな。なんかずっとなんかね、一人喋りっていう感じじゃないですか。ね、面白いです。あるよね、この画角。こういう系だとなんだろう。パーカーさんとか。パーカーさんって知ってますか？結構有名ですよね。ぼっち系 YouTuber の方です。最近北海道のに引っ越しをされたそうです。いいな、北海道みたいですよね。なんかいろんなね、都合とかは取っ払って、どこに住みたいって言われたら北海道です。お腹すいた罪でしょ。
この時間はさすがにね、ギルティーなんだよね。食べるけど。アイラブウィンター。皆さんはさ、おすすめの YouTuber さんとかいらっしゃいますか？ぜひ教えてください。なんかね、YouTuber さんって結構、ちゃんとね、ネタを企画して、ちゃんと、なんて言うんだろう、コーナー、テレビみたいな感じでね、やられてる方もいれば、結構素朴な感じで毎日の Vlog じゃないけどさ、様子を上げてる方とか、本当にいろんな方いらっしゃるじゃないですか。クイズノックさん見たことないです。クイズ系ですかね。待ってよ、サンダルマさんありがとう。ちょっと面白い。ゲーム配信か。なんか好きなゲームを、生配信っていうんですか？じゃあ。好きなゲームをね、そう、配信されてる方は、見たりするけどね、普段あんま見ないな、家は。でもね、見るとしたら、レトルトさんですかね。なんだっけ、竜が如くシリーズの、キムタクさんのね、シリーズがあって、あれめちゃくちゃね、関根さんとかも、アプガさんとかやられてたりするんですけど、あのシリーズもね、面白いよってニーナちゃんに教えてもらって、見たらね、超ハマっちゃった。待って、バイク系はね、わかりますね。なんだろう。スーパーカブがね、好きでね、将来乗りたいんですけど、なんて言うんだろう。それは別にいいことだと思うんだけど、バイクにカメラを内側に向けて、違いに向けてね、まあ、話しながらドライブするっていう、そういう人も結構いてね。それちょっと見てたな。結構そういう人って一人で喋ってたりするし、一人でいろんなところに行ったりするさ、行動力とかさ、羨ましいなって思いながらね、見るのが好きです。でもね、そういうツーリングだっけ？してみたいんですよね。免許持ってないんですけど。ああ、ルームツアーはわかるな。なんかルームツアーはめっちゃ一気に見ちゃうな。調べて、こういう系統の人って。カイセコラピッツサンドルマさんありがとわ かる。こんばんは、ありがとう。かわいい、かわいい、ありがとう。
ね、なんかさ、あと全然自分の知らない世界っていうんですか？自分とは住む世界の違うなっていう方を見るのも結構好きです。なんて言うんだろうな。なんて言うんだろう。例えばだけど、こうね、日記でも話したり話題になってる人だけど、東海オンエアさんとか、六面ステーションさんとか、ね、めっちゃなんか楽しいんですよ。そういう空気感とか見てるカブで全国を回る女性 YouTuber いるけど結構見てる。あ、同じ人な気がする。ね、わかりますよ。めっちゃなんか景色もいいしさ、なんかいいなって思う。なんか絶対未だにね、より街中でね、カブを走ってたらね、見ちゃうもん。やっぱ普通のね、スタンダードの黄色が可愛い。わかりますね。六面ステーションさんは、結構なの、麻雀とか、競馬とか、パチンコとか、いうね、本当に絶対、これからも、人生経験としてもすることがないであろうものをね、されてるのとか見るとワクワクします。と、ね、牛島くんのチャンネルとかでね、漫画がね、アニメ化って、なんて言うんだろう、動く漫画みたいにね、こう配信されたりもしてるからね、あれも面白いよ。いいなぁ。カブ乗りたいなぁ。未だに諦めきれない。こんばんは。ありがとうございます。いや、学校ね、通っても絶対にスケジュール、無理なんですよね。不可能、不可能。でもね、なんていうの？こっからここまでみたいな。一番最短で受かるみたいなことは絶対に無理だと思うけど、まあじわじわいけばね。カジさんがいけたんですから。いけないこともないのかな。スーパーカブ以外のカブ？わかんないな。もうカブはね、普通にいるよりめちゃめちゃ見た目に惹かれてるからね。なんか本当に申し訳ないです。クロスカブって聞いたことある。なんだろ、重量が違うんですかね。アイユーさん、レインボーさんありがとう。ゴーグル付きのヘルメット。わかる。一回見たことある。このヘルメット、ここについてるやつでしょ。ん？違うかな？ なんかアニメに出てきそ
でもやっぱ普通にね、安全性が高いのはフルヘルメットだと思うよ。あゆさん、レインボースター、ありがとうございます。ありがとう。今日やばい、本当にさ、独り言系 YouTuber さんみたいな真似事なんですけれども。この画角やばいですね。まあ、美味しいので。OK です。いつかいつか撮ります。いつかはいつかは来ないんですけどね。免許でね、一番、心配なのはよりはね、技術かな、やっぱ。学科はね、なんかいける気がする。謎の自信。なんだっけな、お父さんが確か一発で取ったって言ってたんですよね。でもお母さんはな、一回ぐらい落ちたみたいな。話を聞いて、ああ、やっぱこれは技術がね、一番あれなのかもしれないって思って。ですよね。まあでも、ちゃんと勉強しておいて。本当に損はないですから、必要な知識ですからね、運転するにあたって。ゆりはオートマですよ。さすがに難しい。シートベルト忘れちゃうの？でも確かに普通にね、自分の頭がやることがいっぱいだってさ、いつもできてたことができなくなったりね、基本的なこと忘れちゃったりしますもんね。よりもなんか、高校受験の面接の時かな？普通に扉コンコンしてさ、入る時とかさ、なんか帰りに扉閉め忘れちゃって、あれ、これ普通にできてたはずなのにって思って。まあでも結構良かったんですけど、面接点は。なんかそういうことってあるよね。もう終わる。いや、普通に緊張。本番に強い人とはね、受かりやすいのかもしれないしね。何事も。いつもの癖でついついチャイルドシートへ
ああ、チャイルドシートにね。確かに、確かに。で、いくつですか？ いくつです？おいくつですか？ ちょっと、今、悪意のないさ、ツッコミをやってみたかったけど、ちょっと今、なんか若干煽ってるように聞こえちゃったかもしれない。ツッコみたかっただけなんですよ。しますね。ありがとうございます。そしてごちそうさまでした。幸せ。今ならもうね、本当に、本当にいい夢見れると思う。マニュアル免許じゃないと、藤原豆腐店の86乗れない？なんでなんで？の車。そうか、昔の車だから、ついてないってこと？普通にできないってこと？それは困ったなぁ。でもより将来乗るのは軽がいいな。普通に軽自動車がいい。じゃこざこひろきさん、かわいい。ありがとうございます。あ、普通に峠を走るんだったらマニュアルじゃないといけないの？ちょっとね、その仕組みがわかんない。マニュアルミッションの車見たことないぜ。いや、見たことは多分ある。あのね、あれでしょ？軽トラってそうじゃない？違うかな？数字とさ、バーがついててさ、ここの数字に入れると、こういう動きをするよっていう。はい、違います？そうでしょ？大きい車は擦りそうで怖いペーパードライバーです。ね、普通になんか、軽いのがね、動きやすそうですし、軽そうだしね。まあ、見た目ですよ。もう見た目しか見てないんで。でもなんかね、軽自動車は、あ、軽自動車じゃない。軽トラックは、その数字でね、なんかすごい教えてもらったんですよ。隣に乗ってて。お父さんがね、次何番こうだよって。で、これがこうだからこういうことだよって言って、うん、わかったって言って、小学校ぐらいの時かな。次何番みたいなの言われて。で、なんとかみたいな。もう何も覚えてないんですけど、楽しかったです。そうなの？マニュアルの方が早いの？そういうこと？ええー。じゃあもうやるほうがいいですね。今も乗ってる。ええー、すごーい。すごいですね。今日なんかすごい。ピンク色？顔が。ドリフトマニュアルじゃないと難しいんではないかな。あー。そうね、なんだっけ。ハンドルのあれになっちゃうのかな。もう何にもね、思い出せなくてすごい悔しいんだけど、ヒエと同じ声の声優さんの、が出てくるじゃないですか。イニシャル D の。アニメですよ。3番目ぐらいのライバルかな。その人が出てきたら、タラリーン、チャラララララーみたいな音楽が流れる人。あの人のさ、運転の仕方ってさ、何？切り替えない。ドリフトしないで、そのまま車のさ、あれを性能を活かしたさ、運転の仕方だったじゃないですか。そういう走りはできるってやつですね、でも。まあ、結局速いのは、かっこいいのはドリフトなんですけどね。ね、あの人の名前が思い出したいんですけど、思い出せないわ。
あのね、めっちゃすぐわかった。ヒエと同じ声の人だ。ああ、中里さんですね。そう、その人。ちょっと顔は怖い感じだけど、割とね、いい人です。その次ぐらいに出てきたさ、ライバルの人がさ、あ、やばい、めっちゃこれネタバレの話してるけど、まだ見てないって方はね、ちょっと耳塞いでてください。次ぐらいに出てくる人も名前も知らないけどさ、あの人性格悪いよね。そう、中里明。なんかやっぱライバルとかでも、なんかなんて言うんだろう、信念があって、ちゃんと自分を貫き通して、ライバルっていう立ち位置ならね、全然許せるんですけど、なんか性格がね、ひねくれちゃってて、ね、自分のことしか考えてないって言ったらダメです。それはもちろん安全運転が一番ですよね。それはそうです。いってらっしゃいませ。ゆりもね、YouTube で見たんですよ。YouTube で、期間限定で、イニシャル D が今なら全話見れるっていうのをやっててね。ちょっと前にもう終わっちゃったんだけど。それで、あ、嘘って思って見たっていう、そういういきさつがあります。でもさ、女の子がさ、運転できるの超かっこいいよね。そう、性格悪い人は、ガムテープバトルだっけ？運転のさ、ハンドルあるじゃないですか。ハンドルに片方の手を縛って、ガムテープでぐるぐる巻きにして、こう、これ以上いけないみたいな。これができないみたいな。切り替え？こういう切り替えができないっていう状態で、どっちが速く走るかっていうデスゲームみたいな、のしたっていう話があるんだけどね。それ確か最後の話だったかな。まあ、結局まあ、匠がね、助けるじゃないけど、救うみたいな、終わりではあるんだけど、いやでもなんかちょっとやっぱさ、素直じゃないじゃん。最後まで。そこさ、もっと認めるべきですよ。ね。ちょっとね、読めない。シンゴさんっていうのはわかるんだけど。新庄さんですかね。いや、ガムテープバトルもやらないですよ。危ないからね。本当にあれ、突っ込んだら終わりですから。もう峠でやる。前提の話してる。シルエイティのマコ。そうだ。そう。マコちゃんね。いや、もうさ、でもなんか、かっこいいけどね。ちょっとかわいそうすぎてね、あれは。なんか、この車走り屋、もともとその女の子が、峠でナンバーワンだった女の子いるんだけどね。それを隠して、もう一人の走り屋のね、男の人といい感じになってたんですよ。で、この男の人はね、こう自分が走り屋だって言ってちょっとかっこつけてたんだけど、この子はね、この子がすごい速いこと知らないから、練習してる時にちょうどこの人が失敗してるところにこの子見ちゃって遭遇しちゃって来ますーみたいな何これ来ますーっていうのがあって、あれはちょっとなんかさすがにあれしちゃいました、同情しちゃいましたね。いやまあちょっとだってかっこつけちゃう気持ちはわかるじゃない。池谷先輩だ。
全然女の子が走っててナンバーワンなのかっこいいやんって思うけどね。シルエティ。なんか車のさ、お名前とか結構出てくるけどさ、どういう車だったかって形とかさ、色とかで覚えるからさ、名前は思い出せないんだよね。覚えられないですよ。ただ相方の子いい子ですよね。エヴァで言うアスカちゃんみたいな女の子の相方の子、あの子はいい子ですよ。あ、結果くっつくんですか？アニメではね、ちょうどなんか、ちょうどじゃないな、微妙な距離感で終わってましたね。なるほどね、コミックで。コンビニコミックとかで出てそうですよね、でも、イニシャル D って。どうなんだろう。いや、あれでね、ハンターハンター集めたから、あれすごい見やすいし、いいなって思うんだけど、ないかな。でもね、アニメのね、音楽とのあれが好きなんですよ。EDM って言うんですか？流れてさ、ゲームしてるじゃないですか。マガポケ。あ、アプリかな？今はね、結構昔のとかもアプリで見れたりしますよね。気まぐれオレンジ色のも結構見れますよ。雑誌連載。いいなぁ。いや、そういうさ、連載みたいなのより、読んでないなぁ。わかんないな。あるんですか？バトルシーンでノリノリの音楽流れるよね。そう。あとね、ゲームセンターとかに。あれもありますね、ゲーム。ねえ、久しぶりに読みたくなるよね。こういう話してると。いるよね、今、ハンターハンターがめっちゃ読みたーい。ユーロビートっていうのか。ね、誰か一緒に行ってほしいんですよ、本当に。ゲームセンターで、イニシャル D とか、車で運転する系の、遊びやりたいんですよ。でも絶対一人じゃいけなくて。なかなかでもさ、遊ぶときにさ、言い出しにくくないですか？これやりたかったんだよねっていう子は絶対、夜の身近にはいないんですよ。高橋兄弟ですね。高橋兄弟も普通にいい人たち。やっぱね、ライバルは、ああいう人がふさわしいですよね。そうだ。湾岸ミッドナイトとかも。で、そういうの大体ね、YouTube とかで見てるんで。もうね、動画にしちゃえばもうこっちのもんなんですよね。でも絶対動画にするってなったら、マリオカートとか、太鼓の達人とか、そう。そういうなんかね、ものになる気がする。てか、あれは勝手に配信して大丈夫なんですかね？まあ、言ってる人はいるか。大丈夫なんかな？こんばんは、ありがとうございます。アイコン達人はね、できないな。苦手です。まあね、時代が時代ですから。そうね、確かに。今の時代にはそういうのは合ってないのかもしれないけど、
まあ、作品としてね、なんかこう楽しむ分には、めちゃくちゃ、なんか熱いなっていうのはありますね。それはあれだね、なんか。すごい、なんだろう。現実世界のものを見てるんじゃなくてね。一つのなんか、架空のもの。アニメ見てるみたいな感覚で楽しんでるよね。で、絶対実際はめっちゃ怖いと思う。ねえ。怖いところの話じゃないよね。ねえ。もう命がけっていうのは、それがね、好きっていうか、それにスリルを感じるのかもしれないけど、スリルはそこまでの、ね、息には達せませんね。そうだね。フィクションだって持ってみるから楽しいっていうところあるね。確かにアミちゃんの運転はやばいっていうのは知ってるよ。絶対アミちゃんやったらね、楽しいなって思う。なんかでもね、ユミはそういうことなのかなって思うね。全部、もう何にも言葉足らずなんですけど、何にも今ね伝わってないよね。ちょっと多分ね、今夜のね、時間帯だから、思ったことをすぐ口にしちゃうんだよね。ちょっと危ないですね。スケジュール。あ、そうですね。決めてないな。誰か、プリーズ、プリーズ。紙アンドペン。みんなの後ろにあるな、これは。わ かる。深夜テンションだよね、絶対にこれって。なんて言うんだろう。ゆりの深夜テンションっていうのは、全然なんか、ハイテンションになるとかじゃなくて、こう、ポツポツとね、ポツポツと喋りながら、何の内容もないことを話していくっていう。アンニュイユリですなって、ありがとうございます。アンニュイ。メモします。さよなら、さよなら。ってことで、明日3月の18日。今日木曜日だったから。あれ？明日金曜日かな？明日金曜日ですよね。なんかさ、秋田が月曜日じゃないですか。だからなんかすごい変な感覚になっちゃう。あ、もう今日か。まあ、最後の幕は、23時。明日はいつも通り、あ、待って、いけないな。23時から24時10分。花の金を乗り越えたら、明日は、お昼、まあ、できるっしょ。できるっしょ。ねえ、今日本当にごめんなさいね。今日は普通に、夜8時に起きちゃって。そう。うわ、ってね、なりました。本当に皆さん、本当にごめんなさい。もうダメだ。ダメじゃない。これね、ニーナちゃんの口癖。ああじゃないとか。
もううちダメだ。いや、ダメじゃないっていう。こういうことよね。今日起きたことは、今日みんな見てくれてるみんなだけのね、秘密ってことで。もう超書き間違えたんで、もう一回書きまーす。言ってそうっすよ。一瞬で立ち直る。てかね、自分を奮い立たせてるんですよ、そういう言葉で。なんかね、言葉ってすごいそっちに引っ張られることってすごいあると思うよ。あ、これは本当に思うんだけど、なんか本当に明るい人ってさ、すごいそっちに引っ張られることってない？明るい人と話してると、自分もそっちに引っ張られて明るい気持ちになれるから、本当にね、尊敬してます。だから、ゆりは、常にね、常日頃から、そういうことを思って、そういうパワーのある人になりたいなって思って、いるんだけど。でもなんか、それを逆にね、意識してるって、意識してそれやってるって思うと、ちょっと気持ち悪いよね あ、この人意識して明るくしてるんだって。まあまあね。自分だからそう思うのかもしれないね。まあ、全然、いいんですけど。でも大事だよね、そういうのって。日記もみんな明るいんじゃないかな。そうだな。ちなっちゃんさんとか？ねえ。いつも2日前とかのデフォルトの時間って何時だったっけ？18時かな？夕方の時間帯は。そうだよね。18時だった気がする。19時でもいい？あれ、明日って皆さん的に何かあります？皆さんっていうか、2期のあれ的にありましたっけ？ないか。ないか。かりやすいのは18時間。やばい、今日、なんか何時まででも行けそうなんだけど、本当に気をつけなきゃ。1時まで。ああ、チークちゃんの話。あ、そうだ、カジさんもね、そう、ショールームイベントが始まったっていうことで、時間かぶりたくないなぁ。なるべくね、かぶらないようにしたいけど、わぁ、ちょっと何時かわかる。その、ね、チークちゃんの、ラジオもそうだけど。もうなんかさ、最近さ、昨日から余震が続いてるからさ、ちょっとの、なんていうの、ミシッとか、そういう音に対してさ、こう、地震かなってすぐ思っちゃって、ちょっと不安になる。時間ちょっとわかる方いらっしゃいますかね、明日。18時か。カジさんは12時、21時半、23時45分。あ、全然こぶってない。いい感じですね。あー、お昼はこぶってるか。いや、こぶってない。12時半からだもん。ラジオ平行でも平気かな？あれ、今日鈍化ぶりでした。あら、ごめんなさい。どっちにしようかな。18時か、19時。見やすいのは19時かな。ね。19時からしようか。なんか、今日のあのアングルのさ、楽しかった。ちょっと YouTuber さん気取るみたいな。じゃない、このアングル、この今現在。これいいよね。
ということで。まあ、ちょっとね、夜かぶっちゃうのは仕方がないのかなっていう感じで、ちょっと許容していただけたらね、嬉しいです。2つ端末ある方はぜひ、撮ってみていただけたら嬉しいですね。ジョン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 。こんな感じ。明日のスケジュールちっちゃー。明日は、あ、じゃない、今日は、12時半から。で、19時から、23時からの3本立てでお送りいたします。いたします。そうなの。デイリーボーナスがあるからね。ぜひぜひ、二人の応援をよろしくお願いいたします。ということで、あと10分タイムリミット。ああ、寝落ちしてなくてよかった。わかんないよ。あと10分でいるよ。ものすごくね。息が入ってるかもしれないですけど。あら、1時間経ったからまた押し貯められるようになったかも。そんなボーナスがあるんですか？本当ですか？ぜひともよろしくお願いいたします。おやすみなさい。ありがとう。告知しながら寝落ち。注意。そりゃめっちゃ随分な。ご褒美じゃない。コメント見ながら言っちゃった。随分と器用だね。大丈夫。僕、天才だから。ありがとう。3週目ツーリングしてきます。ツーリング、ありがとうございます。本当にありがとう。なんかさ、このアングル、ちょっと、アンニュイに見えますよね。思ったよりも。でも言ってることは全然アンニュイじゃないんだよね。もう ね。ちょっとライブ終わりのね、ボサボサな髪も、このね、アングルならちょっと許してもらえそうな雰囲気出てますけども。言ってることは全然アンニュイじゃないよ。マジかゆいって。明日、カラオケできるかな？夜。いや、待って。できるならね、ゆりね。あんま夜じゃないな。お昼見えないか、みんな。ちょっとカラオケと夜できるかな？そうね。またカラオケ、絶対リベンジャーズはね、このイベント期間中やりたいんですけど、どうしようかな。もう遅い時間にね、騒ぐと。騒がないですけど、冷やかしに見に行きました。初見ですが、いいですか？もちろんです。いっぱい冷やかして、冷ややっこを作ってください。ありがとうございます。お、デイリーは最大12ポイントで、カウントの4分の1にも満たないので、ほぼ意識する必要はないかと。あ、そうなんですね。みんながね、ぴょんぴょん、カウント50、5秒より完了ってやってくれてる。なんか、4分の1、そのね、4分の1にも満たない。いや、だって、むしろ、それは、そのカウント、50ゆりゆりっていうものが、さすがに大きすぎるのかもしれない。50ゆりゆりの大きさが、でかすぎて、
そのね、12ポイントっていう12、デイリーのね、ポイントが逆に小さく見えてるだけだと思う。そう。だから、そんなことはない。すべてのことに意味があるんですよ、皆さん。ぜひ、50ユリより。なるほどね。なるほど。人の集まりやすい21時ぐらい？じゃあさ、明日のスケジュール変えます？あと5分で変えなきゃいけないけど。ありがとう。あと4分だって。どんだけ時間ないんだ。ギリギリ生きてるからね、やっぱ。どこをどう変えるべきだか。まあ、ひとまずじゃあ、19時からの時間帯を、21時。あ、でも待って、21時って言ったらさ、普通にファニコン配信被りません？あれ？あ、明日違う？何時？わからんちんだね。後で、ちゃんと見て、考えてツイートしますわ。ありがとうございます。もう恋なんてしないなんて、言わないよ、絶対。もうずっとさっきからね、この曲が頭から離れて。朝食も作れたもんね。だけどあまり美味しくない。なるほど。告知します。あれ、やばい、やばいですか、時間。まあ、告知はできるでしょうってことで。はい、アップが2期の告知をしたいと思いまーす。はい、ゆりがね、所属している。アップアップガールズ過去2期、ただいまツアー開催中です。全国ツアーっていうことで、一番近い公演が、今週の月曜日、来週だね、これは。来週月曜日、春分の日ですね。21日に、秋田公演がございます。そう。で、ちょっとね、お知らせ出てたんですけど、開催、予定通り開催する予定ではあるんですけど、ちょっとね、新幹線の方が、まあ、関東の方からね、迎える新幹線の方がね、動いてないみたいで、動いてないというか、ちょっと、地震の影響でね、ちょっと止まっちゃってるのかな？みたいなので、ちょっと本当に遠征してくださる予定の皆様は、気をつけてそちらの方、ご確認よろしくお願いしますっていうのと、飛行機とかは、使える夜行バスとかも使えるみたいなのでよろしくお願いします。時間やばいですか？じゃあちょっとランキングを読もうかな。あとは20日アップがかりさんとのツーマンライブよろしくお願いしますってことでランキング読んで終わりにします。13位の方がオットラパスさん、ユキマーさん、アンドハローさん、サイモンの城さん、海食ラビットさん、ヤギネマさん、柏口さん、おゆうさん、すみさん、ザコダコヒロキさん、くま太郎さん、月さん。1位が、マリンちゃんです。ありがとうございました。では、せーの、おつしまでした。お、ありがとう。おやすみなさい。